皆さん、こんにちは。現在兵役中のテテが、意味深な SNS 投稿をしたことが、網の間で話題になっているので、それについて見ていきたいと思います。また、世界58カ国のアーミーから、滋賀の脱退に対しての声明文も発表されたので、そちらについてもご紹介していきます。テテがアーミーのグルチャに突然現れる。2024年9月9日の午後9時頃、エレベーターで軍服姿で写真撮影をしているテテの様子が SNS で上がってきました。これはどこでアップされたかというと、リバースではなく、なんとアミのカカオトークのオープンチャットルームであることがわかりました。テテはたびたびランダムにカカオトークのグループチャットに参加するとのことですが、自分はキムテヨンだと言っても誰も信じてくれなかったためにこのセルカを投稿したそうです。どこかいたずら心があり、茶目っ気のあるたまらなく可愛い行動ですね。自分のグループチャットにテテが入ってきたら、そこに居合わせたアミは大歓喜でしょうね。アミからは本当に優しくて可愛い、早く活動してほしい、オープンチャットルームにまで訪れるなんてすごく感動した。テテはきっと30年後も変わらないでいてくれる気がする。一瞬の不思議だったけど、リアタイできてよかった。管理者様、グルチャに入れてくれてありがとうございましたという声が上がっていました。現在該当のグループチャットは人数が定員に達しており、入ることはできない状態ですが、参加できている方が羨ましいですね。グループでのトークが一部公開されていますが、テテが最初に、皆さんお元気でしたか？他の部屋は暗証番号がすごく難しいので、ここに入りましたとメッセージを送っています。それに対し、失礼ですが、本当にキムテヒョンさんですか？ニックネームだけキムテヒョンさんですか？とテテ本人だと信じられない網が疑いの言葉を投げかけています。そこで信じてもらうために、テテがセルカを午後8時54分に投稿したんですね。するとセルカ投稿の直後から、お、うわ、と驚く網のチャットが確認できます。家族のグルチャに本人が来たなんてびっくりですよね。そこに居合わせた網たちは、きっと忘れられない日になったのではないでしょうか。セルカのテテは、体つきもたくましくなり、日に焼けて男らしくなり、今までの少年っぽいテテとまた違う魅力がありますね。そして、テテは翌日もグルチャに登場し、2日連続網を楽しませてくれました。次の日も来ると言って、約束を守ってくれて、再び登場した時には、テテに対するメッセージが9万件以上も集まっていました。それを見たテテは全部読めないよ、とコメントしていました。管理者の方が、多くの方が入って、交流ができるように動いてくださっているようです。グルチャの雰囲気もとても温かい雰囲気で、世界的なスーパースターなのに、まるで友達のようなやりとりになっているのが微笑ましいですね。ちなみにこちらがテテのアイコンです。これはアヒルらしいですが可愛いですね。もしグルチャに今後入られる方は、このアイコンをぜひ覚えておいてくださいね。テテが今回発言したチャットは、皆さんお元気でしたか？他の部屋はパスワードがすごく難しかったのでここに入りました。お、遊んでくれないんですか？何して過ごしましたか？もう夕方の点呼に行かないといけません。今度また遊びに来ますね。今日一日お疲れ様でした。バイ。このような言葉でした。点呼前のギリギリセーフの時まで、みんなと交流を楽しむ優しさが、本当に嬉しいですね。網へのたっぷりな愛情が伝わってきます。今度また遊びに来ますねと言ってくれているので、きっとまたどこかのタイミングで登場してくれるように思います。テテの意味深なセルカ。テテの背後には、エレベーターの回数が表示されていますが、これが7であることに網からは、様々な考察が上がりました。ユンギの騒動で、未だに廃部前でデモが行われていることに対しての意思表示なのでしょうか。真意はわかりませんが、BTS は7人だというメッセージなのかと想像すると嬉しくなりますね。来年、7人揃って戻ってきてくれるのを待ちたいと思います。エレベーターの回数の他に、時計までもが7を指しているということに気づいた網もいました。偶然なのか狙ってのことなのか、7がこんなにも重なることがすごいですね。
テテがこれまで数々の匂わせをしてきたのは、網であればご存知の方も多いと思います。作品の匂わせやメンバーとの匂わせなど、これまでテテが意味深な投稿をするたびに考察もたくさんされました。今、シュガの脱退を求める声が網からも上がっています。シュガがもしも脱退してしまったら、BTS メンバーは6人になります。彼のグループからの脱退を求める声や行動が、日増しに強くなっている今だからこそ、今回のようなセルカを取ったのでしょうか。今回のシュガの飲酒騒動を受け、8月17日には、ハイブの本社前に、2台のトラックが現れデモが行われました。そこには大型 LED が乗せられ、飲酒運転犯人シュガ脱退 D-Day は、今日などと、シュガを非難する言葉で、脱退を望むコメントが書かれていました。このトラックの写真は、SNS などを通じて広がり、今も波紋を呼んでいます。そのような騒動の背後で、テテは、今回7のついた番号と、セルカを取ったことに、全く意味がないとは思えません。今回のテテのセルカの背後にある思いは、DES は、7人揃ってこそ、BTS であるというメッセージなのではないでしょうか?ぜひ、あなたの考察も教えてくださいね。58カ国のアーミーが、7人の BTS を支持。そのような論争の中、大きな動きがありました。電動スクーターを飲酒運転した疑いが持たれているシュガに対して、グループの脱退を求める声が、一部から出ていることを受けて、全世界58カ国のアーミーが、7人の BTS を支持するとの立場を表明したことが発表されました。58カ国のアーミーにより運営される、127の BTS 応援アカウントは9日、連名で立場表明文を発表し、メンバーに対し、適法な手続きによる結果以上の責任を求めないと主張しました。さらに、防弾少年団が今後進む方向について、誰も防弾少年団に強要する権利がないことを明確に明らかにすると強調し、これは一部の匿名集団が言っている、メンバー脱退賛成意思に対する強い反発を示しています。アーミー連合は最近ごく少数の人々が抗議して、大多数のアーミーの意思とは、反対の要求をまるでアーミー全体の意見のように、メディアを通じて、流布しているとして、匿名を隠れ蓑にした、該当集団の独断的行動に対して、国内外のアーミーが、何度も同意しないと表明したにもかかわらず、アーミーの名前を前面に出して、ファンダムの立場と、反する行為を続けていると、コメントを発表した背景を説明しています。また、他のアイドルグループのファンが、これを主導したことが発覚したとのことで、国内のグローバルアーミー連合の立場をはっきりと明らかにするために、今回公に声明文を出したことも報道されています。一部で暴走する過剰な行動や、アーミーの名前を悪用する行為防止のために、今後の騒動の抑止力になることが期待されます。これを受けて、このような声が上がっています。ミンユンギという人は、単にメンバーというだけではなく、BTS の曲を作る大切なクリエイターです。だから彼がいない BTS はありえない。7人がどれほど固い絆で結ばれているか、アーミーならばよく知っているはずです。もう十分すぎるほどユンギは反省しています。過ちを犯した人が、心から反省しているにもかかわらず、とことんまで追い詰め、叩くのはやめるべきだし、そんな権利は誰にもない。彼にやめてほしいというアーミーがいたと知ったら、7人は本当に辛いと思う。今回のこの困難を7人で、そして、アーミーみんなで乗り越えていきたい。昨日、テテが家督で投稿した写真、7階のエスカレーター内で自撮りして投稿してくれていたよね。もう、あれこそが、バンタンの総意だと受け取った。法的手続き以上の責任は求めない。これにつきます。ユンギさんのこれまでの行動を見れば、反省しすぎるほど反省しながら生きていくはずです。その上で、これまで以上のパフォーマンスを見せてほしいです。もちろん7人で。今、一時の感情でユンギさんをバンタンから外したら韓国の音楽界は重大な損失だと思う。BTS は、世界の音楽業界の壁を打ち破った、韓国だけでなく、世界の音楽業界の宝だと思う。
58カ国のアーミーが団結し、今の状況を乗り越えて、再び7人で再始動できる日を願いたいと思います。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。